こんにちは、フェルナンドの旅チャンネルにようこそ。フランスレンタカーの旅をお送りしています。今日は世界遺産セヴェンヌ国立公園です。大聖堂とかと違ってその場所を特定することが困難でした。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。励みになります。それではどうぞ。6月6日アルビオ8時には出ます。土曜日なので行楽客が多いかなと予想したためです。それと今日の目的、世界遺産コーストセヴェンヌですが、いまいちよく分かりません。ガイドブックにはないし、比較的新しい登録なので解説がほとんどありません。とりあえずセヴェンヌ国立公園の近くにあるミヨー橋を目指します。霧で視界が悪くなっています。前の車と車間を保って走らないと危ない。山に入るし、明日日曜なので早めの給油です。ミヨー橋です。ここまで来たら一気に霧が取れてきました。世界一高い橋ということで、その高さは343m です。その長さは 2460m あります。設計したのはイギリスの建築家ノーマン・フォスター氏です。橋桁が1本で串刺しにしたような造形が面白い。セヴェンヌ国立公園に入ります。予想はしていましたが、山道がくねくねと続くところです。そんなところをあてもなくうろうろするだけです。ラ・マレーヌという山村に来ました。渓谷と山道とこのような集落が点在する地域です。土曜ということもあって観光客が集まっています。さらに山奥を目指します。セヴェンヌ国立公園の標識があります。青の矢印が現在地ですが、地図でも山の真っ只中です。一番下の星が今日の宿です。世界遺産コーストセヴェンヌ、地中海性農業牧草地の文化的景観ですが、大聖堂のようにここだというのがないので難しい。ユネスコのホームページから引用します。中央フランスの南方に30万2319ヘクタールの広さを有するこの遺産は、深い渓谷が点在する変化に富む山岳景観で、農業牧畜システムと生物物理学的環境との関連性を示している。コース地方の村々や深い段丘の上にある頑丈な石造りの農家からは、11世紀の大きな修道院組織の影響がうかがえるとあります。山の上の方にある村落を目指します。右の道を行きます。地図でセヴェンヌ国立公園とある印をつけた方面に向かいます。山岳景観です。そこに住む人です。深い谷に開かれた牧畜風景です。地図でセヴェンヌ国立公園という表記がされている南のあたりです。バルデ・セヴェンヌという山村を抜けたところです。このような人の手の入った風景を文化的景観と言います。今日の宿はそんな山村であるサン・アンドレ・デュ・バルボーニュ村に泊まります。小さいですが村の広場です。その広場に面して宿があります。こういう小さい町が落ち着きます。ロビーも感じが良い。簡素で素敵な部屋です。窓からの眺めです。
真下に川が流れています。川沿いに散歩します。私の泊まっているホテルで正面の窓ガラスが開いている部屋が私のです。町の庁舎もこじんまりしています。ホテルに戻ってきました。夕食はホテルのレストランでいただきます。7時からです。フランス語のメニューです。英語はほとんど通じません。右のメニューを頼みました。前菜でハムが美味しい。後でメニューを調べたら牛肉です。締めはチーズです。いかがでしたか。旅は永遠に続きます。明日はポンジュガールからアルルです。ご視聴ありがとうございました。